ボッカレモン消防音楽隊は名古屋市消防局の直轄バンドであり、昭和33年12月に名古屋市消防音楽隊として発足し、昭和62年にカラーガード隊リリーエンジェルスが加わりました。平成28年4月からボッカラ札幌フード&ビバレッジ株式会社とネーミングライツ契約を締結し、ボッカレモン消防音楽隊の愛称で活動しております。華やかな演奏演技を通じて防火防災救急と消防各分野の PR を行い、安全で災害に強い街づくりを呼びかけています。指揮は渡辺克美隊長です。よろしくお願いいたします。こんにちは。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。改めましてボッカレモン消防音楽隊です。それでは早速進めさせていただきます。最初にお聴きいただいた曲は隣のトトロメドレーでした。続いての曲は千本桜です。音声合成ソフト通称ボカロに歌わせたこの千本桜は、クロウサによる和風ロックなサウンドが印象的な曲です。この曲を元にしたミュージカルが2013年に制作され、 AKB のメンバーが出演したり、車の CM でピアノバージョンが出されたりと、いろいろな広がりを見せている曲です。今回は吹奏楽でお聴きください。
きいただきました。続いての曲はあなたの虜です。1960年代にフランスを拠点に人気を博した女性歌手シルビー・バルタンが歌ったこの曲は大ヒット曲アイドルを探せに次ぐヒット曲で、そのキュートな歌声はパリ独特の洗練された雰囲気と優雅な香りを漂わせて世界中のファンを虜にしました。その後も何度かリメイクされるなど、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。今回はリリー・エンゼルスの演技と合わせてお楽しみください。あなたの虜をお楽しみいただきました。続いての曲は忍たま乱太郎より勇気 100% です。毎週月曜日から金曜日の夕方、教育テレビで放送中の忍たま乱太郎は子供に大人気のアニメーションです。忍たまというのは忍者の卵のことで、一人前の忍者になるためきり丸、しんべヱ、乱太郎が繰り広げるはちゃめちゃな忍者修行劇です。それではお聴きください。
100% をお聴きいただきました。それではここで隊長の渡辺より名古屋市消防局からのお知らせをさせていただきます。皆様、改めましてこんにちは。ポッカレモン消防音楽隊の渡辺でございます。高いところから大変失礼いたします。今日はですね、ちょっと、最近ね、朝晩ちょっと冷え込みますが、ちょっと昼になるとちょっと暑くなる、だいぶ日格差がね大きくなってきまして、ちょっと体調崩しやすい季節かもしれませんので、ぜひですね皆さん、お体十分ご自愛いただけたらというふうに思います。ね、無理して救急車のお世話にならないようにね、ぜひともよろしくお願いします。さて、私ども、ポッカレモン、ポッカレモンなんていうふうにね、お感じになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、冒頭でね、主催者の、方からご説明いただきました通り、私ども名古屋市消防局のですね直属のバンドでございます。昨年の4月からですね、ネーミングライツ契約というのを締結いたしまして、ポッカレモン消防音楽隊という愛称でですね活動しておりますので、ぜひこの機会にですねお名前を覚えていただけたら、幸いに存じます。私どもは年間ですね、大体150から160件ぐらいのですね出場をしておりまして、こういったイベントにですねお邪魔いたしまして、演奏演技を、通じてですね皆さんに、命を守る広報をですねさせていただいております。今日のテーマはですね住宅用火災警報器のですね、取り替えについてちょっとお話をさせていただこうと思っております。皆さんのお宅に、住宅用の火災警報器っていうのはついてらっしゃると思うんですが、これ実は統計を取りますとね8割ぐらいの方しかまだ、ついてないで、まだ2割の方はねついてないということなんですけれども、10年前から比べると名古屋市の火災件数もですね概ね半分ぐらいになりました。これもやっぱり住宅火災警報器のおかげとばかりは言わないですけれども、その存在にですねが大きく効果を表しているというふうに思っております。やっぱりね早いとこ煙を感知してアラームを鳴らす仕組みになってますので、早く気がつくということが大切なんですよね。私も何回かですね火事現場で活動したことがありますけれども、大概ですね、火事で亡くなられる方の多くはですねもう玄関までたどり着いて、絶命をしてしまった。有毒ガス、火災から出る、ガスの多くは一酸化炭素なんですけれども、これをですね体内に取り込まれちゃうとですねもう意識はあっても体が動かなくなったりとかですね、そういう事態が起きてしまいます。でせっかく玄関までたどり着いたのにそのドアノブが開けれなかった、こういったことでですね尊い命がですね失われている、そういった現実がありますので、皆さんのお宅ですねぜひ、火災、住宅の火災警報器、取り付けられているかどうかですね確認をしていただきたいと思います。でこれは、どこにつけるかっていうのもポイントの一つでして、大概の、寝室、寝てるときに気がつくということが大切ですので、寝室には必ずつけてほしい。それとですね、やっぱり火の元ですね、台所、それから2階に寝室がある場合は寝室に通じる階段の踊り場ですね、こちらにつけていただくということが、一応名古屋市の条例でですね定められておりますので、ぜひ、せっかくの機会ですのでね皆さん今日お帰りになられたらどこについているか確認していただくといいかなと思います。それ と、これが実は義務化されて間もなく10年になるんですけれども、当初つけていただいたとしてもですね間もなく電池が切れます。でそのままにせずにですねぜひ聞きごとね取り替えていただくといいかと思います。電池を取り替えることができるのもあるかもしれませんけれど、センサー自体もねかなり劣化をしてきますので、10年を目安に交換していただけるといいかなというふうに思います。そんな高いものじゃありませんからね、ぜひご協力をお願いしまして、皆さんねご自身の大切な命をですね守っていただくようにお願いをしたいと思います。
ね、もうちょっと時間も来ましたので、あの最後の曲に移りたいと思います。最後の曲はですね、ハローファイヤーマンという曲をお送りいたします。これはあの消防士のために書かれたですね、非常に優秀な行進曲でございます。あのとても覚えやすいフレーズとですね、あの元気が出る曲でございますので、皆さん今日はね最後にこの曲を聴いていただきまして、まあ、元気を持ち帰っていただきまして、でいただければ非常に嬉しく思います。それではハローファイヤーマンです。聴いてください。お知らせがございます。7月より私たちポッカレモン消防音楽隊は Facebook を開設いたしました。本日の行事の様子も載せる予定ですので、ぜひご覧ください。ご覧いただいてもらって、できたらいいねを押していただけると大変嬉しく思います。以上でポッカレモン消防音楽隊による演奏演技を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。